ちょっと今シーズンのディクソンからは想像もできないような状況で中盤の4回の表マウンドにいます。ショートは足立と一塁アウト、ワンアウトです。2点ね取ってもらった後なんでね、はい、なんとかこの回をきっちり抑えて3人で抑えて、そうですね、また攻撃のリズムを作ってほしいところですけどね、はい、まだ今日は三者凡退というイニングはありません。ピッチャー先発ディクソンです。1回と3回に点を失っています。ちょっと前にボールをこぼしましたが大丈夫です。足立ツーアウト、ランナーありません。この石峰に対しては全部インサイド行きましたね。